日本神奈川県鎌倉市山の内県庁寺山の内は、鎌倉市の大技、住居表示未縮区域。郵便番号247-0062。山の内などとも書かれる。また、北鎌倉駅があるため北鎌倉という通称で知られ、県庁寺、遠学寺、東慶寺、上知寺、暁院などの寺院で有名な観光地。市の区分では、 鎌倉地域ではなく大船地域に入るが、鎌倉地域のすぐ北西に接し、小袋坂及び亀ヶ谷坂の切り通しで鎌倉地域につながる。北西にある大船方面に開けた谷状の地形であり、その谷地を鎌倉街道、横須賀線が並行して走る。南北丘陵地から鎌倉街道に向けて開けた小規模な宿は、一つの宿全体を一寺院が、 閉めるように建てられている場所が多い。北鎌倉駅開設後に別荘、住宅が増えたが、地内西側以外はあまり開発されておらず、特に南部、北東部の丘陵地帯には自然が多く残る。住宅地の地下は2017年7月1日に公表された神奈川県の地下調査によれば、 山内屋座東売家国百1 8 3番32街の地点で14万3000円平方メートルとなっている。古くは山内省の一部であり、この一帯を領したのが山内市である。鎌倉時代には有力武家の屋敷や県庁寺、園学寺が作られて栄えた。室町時代には関東管令の上杉市が京を構え、現在でも官僚屋敷という地名が残る。 明治時代に鎌倉郡小坂村の一部となり、1948年鎌倉市に編入。遠学寺社理で2018年1月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成28年版鎌倉の統計。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB。B 鎌倉の人口と世帯数。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年2月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月22日閲覧。鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況。鎌倉市。 2018年2月22日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査新編鎌倉市 1915P62 鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。ありがとうございます。